久保さん。今回、即下塾とかにしときましょう。テーマ。まあ、久保さんを見てるんだったら、即下塾に入るべきじゃないですか。うん。まあ、く入るべきというか、まあ、入りたいんだったら。うん。だって、常に久保さん、要,要は、即下塾に入ると、久保さんとより近く近づけるってことですね。速下塾に入った〇〇ですっていうふうに言ったら、久保さんも、あの、市民に対応してくれますから。 で、久保さんはいろんな経験ありますんで、まあ、いろんなことを教えられますよね。うん。だから、ま、久保さんを見てるんだったら、あ久保さんの即解釈が入ればいいだろうし。うん。ただ、ま、僕は、あのー、久保さんに言っていただいた通り、まあ、久保さんはね、今、現場を離れてるわけですよ。もう、あの、隠居みたいな話で、もうほとんどビジネスビジネスやってないですよ。で僕はもうガンガン、今もね、あの、セールス毎月してますし、今度その、 えー、熟成さんの商品をジョイントして売っていくんですけども、まあ、それもやってるし、まあ、だから、先月、あやさんでしょあ、先月、今月まあ、そう、あやさんの熟成さんの商品も売ったりとかしたりとか、とりあえずいっぱいやってます。はい。で、まあ、本も出してますし、まあ、この本の中にね、あの、久保さんの話もちょっと入ってますけど、うん、多分本を出してる人でここまでやってる人は多分あんまいないんじゃないですか この、特にこの情報業界っていう狭いくくりで言うならば。多分、久保さんも僕以外で知らなくないですか多分。僕も逆に言うと、久保さん、お客さんの中でそんだけや,やってきたっていうのは、久保さんしか知らないですね。量に関しては。なお互いお互いですね。お互い様です。お客さん、まあ、久保さんは、ね、一番最初はお客さんで入ってきたわけなんだけども、お客さんの中で一番やってるのは、多分、僕が知ってる限りでは久保さんだし、 で、久保さんも知ってる限りだと僕だし、だお互い様です、ね、<laughs> うん。で、このやり取りをできるのも僕と久保さん以外は多分いてないですね。うん、多分いない。<laughs> うん。はい。だから何を信じるのか、誰を選ぶのかはあ、僕ではないので。うん、僕のやるべきことは、あドリームアカデミーは日本一にする。うん。で、一応、まあ、5年運営してきて、 あの、1億稼げる人も出てきましたし、うーん、だもね、嬉しいですよね。だって、ドリームアカデミアって月収100万目指しましょうっていう塾なのに、1億なんですよ。<laughs> だいぶ離れましたよね。これはね、ほんと嬉しいですよね。うん、やっててよかったなっていう、そこまで行く人が出てきたかっていう、特に女性の方はね、 本当に最初ね、何の情報は、そんな、言われたのが、いや、吉谷さ,さんはそのお金儲かる系のその情報だから、あれじゃないですか、みたいなとか、めちゃめちゃ言われたんで。そう。で、最初その、なんだ月1000万あげた時もあるんですよ。最、最初その大きい、その女性の方は月1000万なんですけど、その1000万あげたのは、あの、カードリーディングっていうね。リーディングなんですよ。ね、お金儲かりますよとか、全くないですからね。リーディングです。カード引いて。 で、それのバックエンドをどう作っていくのかっていうのを、こう、レクチャーして、販売プロモーションも全部教えて、で、まあ実際にめちゃめちゃ頑張ってくれたんですよ。めちゃめちゃ頑張ってくれて、まあ1000万行きました。うん。で、その後も、まあいろいろね、まあ、あの、なんかその、音声対談も取ったんですけど、<laughs> あの女性は一発屋ですかみたいなね。<laughs> 一発屋ですかっていうお問い合わせがいただきまして、その後も被せて音声対談取って、多分4回くらい取ったかな。 で、最後はもう1億行きました、みたいなね。この世代なってすりたけど。<laughs> うん。まあ、ちゃんとやってる人は、あの、なんだ、稼いでます。でも、やらない人は稼いでないですね。まあ、これはね、僕の塾以外にも、久保さんの塾もそうだと思いますし、久保さんの塾に入っても、やってなければそれは稼何も稼げないし、それは久保さん僕にとどまらず、例えばライズアップに入ったとしても、通わなければ、それは無理ですよね。 トレーナーの言うこと聞かない例えば、ライズアップだったら食事制限、なんかそのトレーナーにね、写真を送るみたいなのは多分、あ、確かあるんですよ。ですそれもやらない痩せられないですよね。<laughs> だから、それはどこ入っても一緒ですよ。うん。どこは入っても一緒なんで、どこを選ぶかはあなた次第ですね。行ってらっしゃい。